ねえレイナ、いきなりどうしたんや？ちょっと聞きたいことがあるんだけど。何でも言うてみ。銃弾とか砲弾って結構昔から戦争で使われてるけどさ。当然、銃弾にも砲弾にも火薬が使われてるわけじゃない。まあそうやな。でもこれまでに使われてきた火薬の量って尋常じゃないはずなのに、なんで火薬って枯渇しないのかなってふと疑問に思ったのよ。なかなか面白い疑問を持ってきたな。じゃあ今回は、なぜ銃弾や砲弾の火薬は枯渇しないのかってことについて解説していこうか。今回も解説よろしくね。まずそもそもの話なんやけど、実は銃弾とか砲弾に使われる火薬には、黒色火薬ってものと、無煙火薬っていうものの2種類があるんや。え、火薬2種類なんてあったんだ。現代で使われてるのは無煙火薬って方なんやけど、いい機会やから今回はこの2種類とも解説していこうか。興味あるよ。で、まずは黒色火薬についてなんやけど、この火薬の歴史は意外にも古くて、西暦600年頃に中国で発明されて、初期は儀式とかで使われて、数百年経った西暦1000年頃に、ようやく爆弾とかに使われるようになり始めたんやで。銃とか砲弾に使われるようになったのはいつ頃なの？大体西暦1400年頃やな。まあ銃って言っても、現代のアサルトライフルみたいなんじゃなくて、みんなも歴史で一度は習ったことのある、火縄銃をイメージしてくれたらええで。で、ちょっと話はそれたんやけど、この黒色火薬ってのも、現代ほどバカスカ使われてたわけではないんやけど、大体無煙火薬が誕生するまでの西暦600年から1900年頃までの間、約1000年以上は使われ続けたわけで、なんで黒色火薬の原料が枯渇しやんかったんかってところやな。現代の軍事で使われる莫大な火薬の使用量と違うとはいえ、1000年以上使われててなんで枯渇しなかったのかは気になるよ。これの答えを結論から言うたら、単純に黒色火薬の原料になる木炭、硫黄、硝石が、自然に豊富に存在してるってのが理由なんやで。木炭はなんとなく木を原料にしてるってのはわかるけど、硫黄と硝石はどこで手に入れてたの？まず硫黄はマントルって場所に多く含まれてるんやけど、この硫黄を多く含んでるマントルってのは、浅くても地球の地下 5km のところに位置してるんや。え？もしかしてそこまで掘って採取してたの？そんな技術力は1900年以前にはもちろんなかったから。これをマントルを通過するマグマが出る火山地帯から採取してたんや。詳しく言うたら、火山ガスの二酸化硫黄と硫化水素ってのが大気中に放出されて、化学反応をした後に硫黄の結晶ができるんやで。でも火山なんてどこでもあるものじゃないよね。火山地帯から大量に採取できるとはいえ、やっぱり貴重なものだったのかな？豆知識的な話になるけど、シチリア島が硫黄の産出場所として有名やったから、ヨーロッパの火薬製造のための硫黄貿易としては、かなり重宝される場所にはなってたんやで。そうだったんだね。それで、硝石はどうやって採取してたの？実は硝石の採取が一番手間がかかってたんやけど、特に1900年頃までは、土壌に動植物の残骸とか糞尿を積み重ねて、微生物が有機物を分解して土に硝酸塩ってのを出した後、その土をすくって水で流した後に、その水を蒸発させたら硝酸塩が結晶化して硝石ってのができるんやで。すごい手間がかかってるね。これって実際どれくらい時間がかかってたの？この生成方法はだいたい2年から3年くらいかかってたんや。でも当時はこの方法が一番効率的やったってことを考えたら、硝石の原料となる有機物自体はあったとしても、かなり大変やったってことがわかるわな。でもさ、普通に考えれば火薬の使用量とかって増えていってただろうし、この方法じゃいずれ硝石の生成が追いつかなくなるタイミングって来そうじゃない？面白い指摘やな。確かに1900年頃には、硝石の輸出量は200万トンを超えてたし、その当時のペースで硝石を生成し続ければ、近いうちに生成が追いつかんようになるって言われてたんや。え？じゃあこの問題ってどうなったの？黒色火薬の原料自体が枯渇することはないってのは分かったんだけど、軍事で使われる火薬の量って、第一次二次大戦で圧倒的に増えたはずだよね？実はここで出てきたんが現代でも使われてる無煙火薬なんや。詳しく話したら無煙火薬が実用化されたのは1890年頃で、ちょうど黒色火薬の硝石の輸出量がピークになり始めた頃やったんやけど、黒色火薬から無煙火薬に変わったことで、火薬の製造に必要な原料が大きく変わることになった。なんか合わせたのかってくらいタイミングがいいね。で、原料は具体的にどう変わったの？無煙火薬を主に構成してるのは、ニトログリセリンとニトロセルロースってものなんやけど、このニトロってのは後で説明するから一旦置いといて、分解してグリセリンとセルロースについて先に話していくで。わかったよ。で、まずはグリセリンについてなんやけど、グリセリンは植物の油とか動物の脂肪から取ることができるんや。身近なもので言うたら、菜種油とか牛脂、豚の油とかで、なんかすごい特別なものから取ってるわけじゃないんやで。牛脂とかはスーパーにも無料で置いてるよね。で、セルロースについても綿花とか木材に多く含まれてるものやから、割と簡単に入手できるんや。火薬の原料がかなり調達しやすいものになったんだね。
確かにグリセリンとかセルロースについては、簡単かつ継続的に調達しやすいものではあったんやけど、さっき後で話すって言うてたニトロって部分が問題やったんや。そういえば、無塩化薬を構成してるのはニトログリセリンとニトロセルロースって言ってたね。このニトロって部分は何なの？グリセリンもセルロースも、これをニトログリセリンとかニトロセルロースにするためには、共通してるものとして、硝酸が必要なんや。硝酸って何から取れるの？これもさっき黒色火薬で話してた硝石から取れるものなんや。え？どういうこと？ただでさえ黒色火薬の製造でも硝石が足りないって言われてたのに、無塩火薬でも必要になったら、硝石不足の問題はもっと加速しちゃうよね。この問題はどうやって解決したの？うむ、ここでオストワルト法とハーバーボッシュ法ってのが関係してくるんや。オストワルト法？ハーバーボッシュ法？頭がこんがらがりそうだから、わかりやすく説明してほしい。任せてや。まず、この二つのオストワルト法とハーバーボッシュ法ってのは、おのおのあるものを生み出すための生成法なんやけど、オストワルト法は1908年頃に確立された硝酸の生成方法やったんや。え？硝酸の生成方法ってあったんだ。これがあれば問題なさそうだね。実はそうでもなかったんやな、これが。どういうこと？当たり前やけど何かを生成するには原料が必要になってくる。で、オストワルト法で硝酸を生成するために必要やったんがアンモニアやったんやけど、当時、この原料になるアンモニアを集める方法は、鳥の糞だとか、石炭ガスの製造の時に出る副産物として採取はできたんやけど、あまりにも非効率的すぎて、オストワルト法で硝酸を大量生産するって段階にはいけてなかったんや。じゃあ、どうやって硝酸を大量生産するに至ったの？ここで出てくるんがハーバーボッシュ法ってものなんや。ハーバーボッシュ法ってのは、当時爆発的に増加する人口の食料問題を解決するために、もともとは化学肥料を大量生産する用途で、誕生したアンモニアの生成法やったんやけど、皮肉にもこれが、人を殺めるために必要な無塩化薬の原料を作るためのうってつけの生成法になってしまったんやな。でもさ、オストワルト法も硝酸を作るための原料が必要って言ってたじゃない。それと同じで、ハーバーボッシュ法も何かを原料としてるわけだよね。そんなに調達しやすい原料だったの？それこそ人間が使う莫大な火薬量を補うほどのものって、自然界においてもさすがに限りがあると思うんだけど。まあそういう疑問を持つのは当然やわな。で、ハーバーボッシュ法でアンモニアを生成するために使ってた原料ってのが聞いて驚いてまうと思うんやけど、実は空気なんや。え？空気？どういうこと？厳密に言うたら空気中に含まれる窒素が原料になってるんやけど、みんなも小学校の理科の授業で習ったことはあるやろうけど、空気中には 78% の窒素が含まれてる。当たり前やけど、こんなもの使っても使っても地球の空気中にある窒素なんか使いきれんのや。つまりはハーバーボッシュ法で空気中の窒素からアンモニアを生成して、それをオストワルト法を使ってアンモニアを硝酸にする。それで、初めに言っていたグリセリンとセルロースを、硝酸を使ってニトログリセリンとニトロセルロースを生成してる。こういう流れで、無塩化薬が大量に作られてるってこと？そういうことやな。いろいろ分解して話を聞いてみたら、火薬が枯渇していない理由もよくわかったよ。まあ銃弾とか砲弾の火薬が枯渇しやん理由はこんな感じやけど、もう一個なんか聞きたいことがあるって言うてなかったっけ？あ、そうそう。視聴者さんからこれに関連して、ある質問がショート動画に寄せられてたんだけど、私も気になったから聞いていい？ええで。ちょっと難しい質問かもしれないんだけど、無塩化薬って無塩ってついてるけど、そのゆえんは黒色火薬より発泡時の白煙量が少ないってことからの理由だけど、そもそもなんで黒色火薬は白煙量が多くて、無塩化薬は白煙量が少ないの？なかなかニッチで面白い疑問やな。ほな、サクッと解説していくで。よろしくね。まず、黒色火薬ってのは初めにも話した通り、木炭、硫黄、硝石を原料にしてるって言うたけど、これらの原料が、火薬として燃焼するときの役割を見たら、なんでなんかってのがわかるんや。というと、わかりやすく噛み砕いていくで。まず、木炭は燃料、硝石は酸素の供給源、硫黄は燃焼を助ける。おのおのの原料はこんな感じの役割になってるわけなんやけど、これらはおのおのの役割を、おのおのの原料が分担してるゆえに、木炭っていう燃料自体が燃焼しきらんって状態が起きやすいんや。で、それに対して無塩化薬の原料になってる、ニトログリセリンとかニトロセルロースってのは、おのおのに科学的に酸素が組み込まれてるから、燃料と酸素の役割を二つ持ってる。まあ簡単に言うたら、無塩化薬の原料は燃焼そのものが原料の中で自己完結できるのに対して、黒色火薬ってのは、別の原料同士が役割を完全に分担してるから、不完全燃焼が起きやすい。そうなった時酸素が供給されきれんかって、残るんは燃料となる木炭、つまりは炭素が固体化したものが、白煙として周囲に漂ってまう。そんな流れで不完全燃焼が起きやすい仕組みになってる、黒色火薬の方が白煙量が多いって話になってるんやで。
白煙って炭素が固体化したものだったんだね。めちゃくちゃわかりやすかったよ。そういうわけで今回はここまでやで。わかりやすいなって思ってくれたら高評価、コメントしてや。それでは皆さん、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。